ただいま。あ、お母さん、俺の家はサンタさん来るのかな。いい子にしてたら来るわよ。家事を手伝ったり、テスト勉強を頑張ったり、ま、ヤネちゃんには無理かな。よし、はい、これ。な、何よこれ、全部満点じゃないの。あ、スイッチのダイヤモンドのソフトが欲しいな。くれるんじゃないかしら。楽しみだな。スイッチ、ダイヤモンド、400円。お金が足りないわ。100円ガラポンやってるよ。おやるわ。はい、これ。はい、1回ね。白、大外れ。はい、残念賞。こうなったら全財産だわ。はい、300円。3回ね。大外れ。これ当たりは本当に入ってんの。おい、何やってんのお前。なんなのこれ、外れしかないじゃないの。あんた相当汚い大人ね。いやいや、なくなったら足すだけやから、裏に当たりはあるんだよ。悪は成敗よ。あやあ、ヤネちゃん、2021年も終わりよ。あらだ、もう2022年になっちゃうじゃない。年が変わるぐらいでそんなはしゃぐなよ。さあ、カウントダウンに行くわよ。嫌だよ。なんだよこれ。さあ、カウントダウンが始まるわよ。5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。バー。お、すげえ。次は初日の出を見るわよ。いやもう帰って寝たいんだけど。バカね、年越しそば食べて待つのよ。ヤネちゃん、おみくじよ。ここに書いてあることが本当に起こるから、ちゃんと読んで新年を過ごすのよ。はい。大吉だ。どれどれ。おお、いいこと書いてあるじゃん。お母さんは？大仏教？ま、おみくじなんて信じない方が身のためだわ。さあ、初詣行くわよ。うん。フォートナイトでビクロイできますように。お母さん、そんなにお願い事しすぎると良くないよ。1000万円もらえますように、ショッピーのライブがVIP席で見れますように、ショッピーにシャワンさせてもらえますように、CD がちゃんと全部買えますように、CD を全部。やねちゃん。お母さん。ほら、バチ当たった。僕の名前は聞いた。僕の友達のやねすけは頭が良くて、いつも周りから注目を集めてる。それなのに僕は。はい、じゃあ聞いた。この問題の答えは、うんち。もういい、やねすけ。ポセイドンガンマオメガ3。素晴らしい、大正解だ。すごい、やねすけ、やっぱりお前は天才だ。特に才能がない、盆栽小学生だ。やねすけってなんでそんなに頭がいいの。才能かな。才能か、僕にはないな。キータはそのままでいいじゃん。僕もやねすけみたいになりたいんだよ。おい、
やっぱり僕は盆栽だ。キータ、今日のテストどうだった？じゃじゃーん、100点。また100点？すごいじゃない。ご飯あるから降りてきてね。僕はダメ人間だ。学校行きたくないな。聞かねえ、うんちだ。ついてないな。はい、じゃあ授業始めます。これはかなり難しい問題だぞ。ナナスケ、答えてみろ。ダイバージェンス B。 不正解だ。一応聞いたにも聞いておくか。うんち。正解だ。正解は動物の糞だ。すごいぞ聞いた。それとこの前のテストの結果だ。ヤネスケ、なんで50点なんだよ。やった、100点だ。なんで聞いたが才能だよ。はい、100点、俺の勝ち、俺の勝ち、おめでの勝ち。あんた下手な絵なんか描いてないで、アトリエ行きなさい。はい、じゃあ皆さん自由に絵を描いてください。よーし、描くぞ。先生、できました。これはなんだい。うんち。美味しそうだね。先生、できました。どれどれ。最後の晩餐です。これはいい絵だね。先生が保存しておこう。じゃあちょっと今日は早いけど、レッスン終了で。俺でお金持ちだ。あんた最近アトリエ行ってないけど、どうしたの。いや、それが最近全然教室に来なくてさ。え、濱井画伯作最後の晩餐が10億円で売却されました。いや、制作には9年かかりました。苦労しました。色使いとかにとつくくそー。やねちゃん、あんたプログラミングスクールに通いなさい。いちいち習わなくても自分でできるよ。いいから行きなさいよ。ほら。はい、じゃあまずはアルファベットの練習をしたいと思います。バカにしやがって。はい、じゃあ次はこの文章を打ってください。できました。君すごいね。他にどんなことができるの。一番得意なのはハッキングです。バカ言え。それじゃやってみろよ。入ろう、早くハッキングを通しろ。あ、これもう中断できません。待って、じゃあバイバイ。